お邪魔します。お邪魔します。どうぞ。いらっしゃい。あ、ミア、はじめくんだよね。この間はカズがお世話になっちゃってごめんね。ありがとうございました。いいえ、柳田さんとのお泊まり会すっごく楽しかったんで。だよね、俺も楽しかった。またお泊まり会しようか。今度は春も春馬も一緒に楽しそう。やりましょう。さあ、今日のメインを持ってこないと。僕手伝います。ありがとう。じゃあカズと春馬くんはテーブルとか避けててもらっていい？はい、了解。どこに取りに行くんです？僕の部屋だよ。ああ、僕てっきり月野さんと柳田さん一緒に住んでるのかと。まあほぼそんな感じだけどね。お隣同士って楽しいかもしれないですね。つかず離れず。え、月野さんの部屋？あ、引っ越してきたばっかりですか？びっくりだよね。ここに住んで3年目なんだけど。え、僕とカズの荷物と会社関係の荷物がもう倉庫代わりなんだよね。じゃあほぼあっちの部屋に？そうだね。あ、でもこれがあるからここで過ごすことも多いかな。ロスト君。正解。すごい、大好きなんですね。うん、大好き、応援してる。いいな。僕推し活とかしたことないから。やる？え、一緒に。遅いよね。ですね。見に行こうかな。あ、僕も行きます。この初ライブが本当にかっこよくてさ。へえ、この時はグループだったんですか？基本一人で活動してるんだけど、たまに他の歌い手さんと限定ユニット組んだり、配信コラボもしてるし。あれですか、握手会的なのとかあるんですか？やっぱりそれがまだないんだよね。あったら絶対行く。絶対行くよ。握手券100枚買いたい。ロスト君のいいところはさ、歌とか見た目とかそれだけじゃなくてさ、声がいいのはもちろんなんだけど、聞いてるみんなのことも考えてくれて、細かいことも覚えてくれるし。二人とも本来の目的忘れてるね。楽しそうだね。ロスト君の話？うん、ごめんごめん、ついね。メインはこれ。どう？サイズ良さそうかな？うん、大丈夫そうです。ありがとうございます。レンタルなんですよねこれ。うん、前仕事でイベントやった時にお願いした業者さんと仲良くさせてもらっててね。すごく助かるね。助かりますね。僕も誘ってもらえて嬉しいよ。楽しみだな、ハロウィン。黒井さん、すっかり馴染んでますね。さすがです。お前もな。ちなみに何でやられました？俺は今年もイカサマくじでしたけど。俺は言わない。え、なんか弱みでも握られてるんですか？気になるな。ユキさんに教えてもらおう。ジャクさん、こんばんは。お、はじめくん、皆さんもお揃いで今年も来てくれてありがとうございます。あ、もしかしてうちの装飾に合わせてくれたのかな？あっくんから聞いてたんで、せっかくならと思って。嬉しいな。後でみんなで写真撮らせてくれる？よろしくお願いします。こんばんは。こんばんは。柳田さん、月野さん、お疲れ様です。わー、二人とも似合う。ありがとう。あ、黒井さん、こんばんは。こんばんは。今日は随分と可愛いですね。可愛いですよね。お互い様ですね。清美さん、こんばんは。いらっしゃいませ。こんばんは。この間はありがとうございました。大したことしてないし、いいよ。あ、また二人で内緒話ですか？なんで僕も入れてくれないんですか？もうやめろ。お友達？僕の弟です。仲良しなんです。誰が？へー、弟さん、はじめまして。あ、はじめまして。今年はもう他のお客さんはお帰りだから、ゆっくり楽しんでってね。ありがとうございます。軽く中の片付けしちゃおうか。あ、はい。嬉しい。貸し切りみたいでいいね。ゆっくり楽しめますね、黒井さん。なんか眠くなってきたから着替えていい？ダメですよ、まだ写真全然撮ってないのに。あ、着替え手伝えってことですか？もちろんいいですよ。ゆっくりお着替えしましょうね。やっぱまだ着とく。この後まだ片付けもあるのに、帰るの遅くなったら千秋さん
大変じゃ。大丈夫大丈夫、僕もハロウィンゆっくり楽しみたいなってね。無理しないでくださいね。ありがとう。ああ、裏で二人でもういいな。このまま片付けのふりしてあっくん独り占めしちゃおうかな。ダメ、さすがにはじめくんの前ではこんなことできないし。千秋さん、あのびっくりした、ごめんね。続きはみんなが帰ったらかな。続き見て見て、ロスト君もハロウィン配信この後やるって。あ、見たい見たい。ミヤ君も好きなの？月野さんにおすすめしてもらってから何気にチェックしてます。あれ、清美さん、やきもち？は？え？カーズ？それは柳田さんでしょ。ああ、言ったね。またやきもち焼いて泊まりに行くかもしれないんで、よろしくお願いします。柳田さんはできんです。え？なんで？カズ、清美さん家でなんかしたの？大暴れでしたよ。大暴れ？責任取ってくださいね、月野さん。じゃあ、今度は宮くん家にしようかな。あ、黒井さん家にも行ってみたいな。あれ、黒井さん？黒井さん、このまま持って帰りたい。あれ、大丈夫なの？いろいろ通常運転ですね。ですね。そうなんだ。黒井さん、なんか可愛いな。思ってた感じとだいぶ違うね。またみんなで何かしたいですね。また誘ってよ。うんうん、また何かしよう。トリックオアトリート。みんなこんばんは。ハロウィン楽しんでる？どう？似合う？そうそう、この間取ったアンケートで今日の衣装決めたんだ。またコスプレ配信しようかな。需要ある？みんな投票ありがとう。コメントも全部読んでるからね。こんなの見たいってコメントもいっぱいで嬉しいよ。実はプレゼントでもらった衣装がいっぱい届いててさ。あ、お菓子ありがとう。需要ある？ありがとう。みんなはお菓子といたずらどっちが好き？いたずらされたい？どんないたずらだろう。トリックオアトリート、お菓子ください。ハロウィンだからね、誰かがお菓子もらいに来たかな。ちょっとお菓子あげてくるね。学ばないね。あ、これあげる。居酒屋でもらった。配信中なんだけど。知ってるよ、見ながら来た。確信犯？悪い子だね。あん、声入っちゃった？ごめん、イケメン吸血鬼生で拝んでやろうと思って。どう？かっこいい？かっこいいね、さすがロストくん。うん。まだ配信始まったばっかりなんだけどな。しばらく静かにできそう？できます、いい子にします。怪しいな。俺を信じろよ。うん、本当にちゃんとしてね。はい。ごめんね。うん、お菓子あげたよ。え？ペット？さあどうだろう。なんかペットへのお菓子多くない？みんな可愛がってくれてるんだね。この間のペットと声が似てた。そうかな、あの時生で見てくれてたのかな。ありがとう。そういえばさ、面白い衣装1個プレゼントでもらってたんだ。事務所から持ってきたから紹介するね。ちょっと待っててね。あ、はあ、ごめんね、ちょっと箱から出すの大変っぽいから次の配信で紹介するよ。楽しみにしててね。あ、今日はこの後少しだけ歌もやるよ。うんうん、歌楽しみ。ありがとう。はーい、みんなおやすみ。ありがとうね、また来てね。いやー、今日のお歌も良かったね。だからなんで来てんの？え、あったから、これ見よがしに出してやったから俺用かと思って。さっきのとどっちが似合う？うん、え、無言？一番辛いけど。いや、案外似合うね。まさか褒められるとは。これもつけてみたら？え、
かわいいじゃん。ペットらしくなってきたね。首輪もつけてあげた方がいいかな。悪くないね。ねえ、写真撮ろう。やだ。いいじゃん。思い出作りたい。 SNS とか載せられたら困るし。しません、絶対。いや、酔っ払った勢いとかありえなくないでしょ。確かに。ん、あ、撮ったな。俺はほらちゃんとしてるから。ずるっ。一枚だけね。え、いいの？いいよ。このまま動かないでね。ちょ、な、ほら、いい思い出になった。こういうんじゃなくてさ。わがまま言わないの。はあ、眠い。明日も仕事だから今日はちゃんと帰らないと。しっかりしてください。泊まりたい。だって明日ミヤ君と寝たい。うっ、はあ、ダメか。ちゃんと帰ります。褒めて。えらい、社会人の鏡、さすが先輩。わざとらしいな、やり直し。せっかく褒めたのに。先輩、お風呂一緒に入りましょう。これやりましょう。やだ。なんで？またあれですか？知らないおじさんと同じお湯に浸かりたくないとかいうやつ。僕は知らないおじさんじゃないでしょ。いや、狭いじゃん。あの浴槽に二人は絶対無理。まあ、そっか。あ、ほら、こうやって抱っこして。あ、やっぱなんでもないです。はあ、ちょっと来てください。緊急事態です。何？ちょっとだけやりましょうよ。ちょ、濡れる濡れる。一人じゃつまんないんで。え？何ですか？なんでタオル？家のお風呂でもタオル巻く人なんですか？俺のコンテンツは健全なポリシーを遵守するので。健全なんですね。健全です。うっかりあれしないようにしないとですね。あれって何？え？逸脱したり発展したり。もうこの話やめよう。うん。はい、先輩にも貸してあげますね。ロシアンゲームか。いや、それたっぷり水入ってるから 100% 出ちゃうんで。平和に楽しみましょう。何これ、しょぼい。下手とかの問題じゃないけど。やりましたね。先輩のコンテンツがどうなってもいいんですか？やめてください、すみませんでした。ずるいだろ、それ。黒井さん。何？ジム、いつになったら行くんです？僕、ずっと待ってるんですけど。ああ、俺パス。黒井さんが繁忙期過ぎてからにしようって言ったんですよ。これ買った。え、あ、フィットボクシング2。お前もこれ買えば家で運動できるぞ。そんなにいいんですか？俺には合ってるかな。殴るの気持ちいいし。言い方物騒。パンチですよね、パンチ。黒井さん、ついに。ま、気をつけろよ。ちょっと待ってくださいよ。何ですか、家で運動とか。僕だって黒井さんのジムデビュー待ってたのに。ゲームでボクササイズができるんですよ。え、黒井さんがお家でこれをやってるってことですか？うん。ちょっとその様子今度動画で撮らせてもらっていいですか？そんなもん撮るなよ。すごいぜーぜー言ってそう。お前もやったらぜーぜー言うぞ。対決するか？ぜーぜー助かります。撮ってどうするんですか？僕のあれですよ。トレーニング用に。トレーニング大事ですもんね。今度黒井さんの家でみんなでやりましょうよ。いいね。
よかったら僕も買おうかな。僕もスイッチ買おうかな。買っちゃいましょう。でも僕種類とか全然わかんないんだけど。黒井さんが教えてくれますよ。ねえ、教えてくれますか。そんなもん適当にセットで買えば同じだろ。黒井さんとフレンドになれば、黒井さんがゲームを始めた時にお知らせが来たりしますよ。え、何それ、監視できるってこと？いやいや、そういう機能じゃないです、ゆきさん。監視するな。なんかよくわかんないけど僕買います。はーい。ついでに先輩も買います。ミヤ君の貸してもらうからいらない。対戦とかしたいのに。非公開にしとこう。来た。はーい。お疲れ。いらっしゃいませ。上がってください。俺酒買ってきた。ああ、すみません。じゃあ冷やしておきますかね。何飲むか分かんないから適当だけど、飲めそうなのあったか。おい。ありがとうございます。すみません、嬉しくて。あっそ、カレー作ったんで後で食べましょうね。ああ、そうそう、パソコンはこれで、スイッチはこれです。本当に買ったままだな。あ、すみません。届いたら付属品とか早めに確認しとけよ。ああ、確かに。まあ大丈夫だと思うけど。よろしくお願いいたします。とりあえずあとはデータ移行かな。クラウドのは自動で。ちょっとやり方教えてもらえたら自分でやります。恥ずかしいんで。え、いちいちデータ見たりしねえ。いや、でもデータの名前が出るし、黒井さんだって人に見られたくないデータくらいあるでしょ、男の子なんだから。はいはい、わかりやすい手順書いてあるサイト送っとく。フォルダ名とかデータの名前あんまり変なのにしておくと、もしもの時に困るからやめなさいね。あ、はい。男同士なんだから隠すようなもんでもないだろう。あ、いや、黒井さんにとってはそうかもしれないですけど、僕にとってはいろいろ不都合がありまして。そんな特殊なの見てるのお前。喉渇いた。黒井さんが持ってきてくれたやつ飲みます。おう、乾杯。乾杯。これ美味しい、飲みやすいですね。スイッチここに置くのか。まあ黒井さんの好きなところに。なんだそりゃ。いいですね、黒井さんの後ろ姿。お酒進みます。あとは本体の設定だな。ネット使うならアカウント作らないと。え、そうなんですか。じゃあカレー食べてからゆっくりやりましょう。ご機嫌だな。そりゃそうですよ、黒井さんと一緒にいられて幸せですから。どうです、レシピ見ながら作ったんでまずくはないと思うんですけど。うまい。よかった。てっきりインドカレーとかそっちかと思った。え、そっちの方が好きでした。いや、こういうのが好き。そうかなって思ってました。あ、でもいろいろ入れてこだわってるやつですよ。うまい、ありがとう。嬉しいです。お前は食べないの。なんかちょっと胸がいっぱいで味見いっぱいしたし。はい、一口くらい食えるだろう。ほら。また作って、これ。はい。やだやだ、黒井さんなんで帰るなんて言うんですか。ご近所に聞こえるだろう。お前飲みすぎなんだよ。一旦入りましょうね。分かったから、ちょっと声を抑えろ。抑えろってこういうことですか。黒井さん。ゆき。黒井さんごめんなさい、僕。初めてはちゃんと。え、ベッドでしたい派で。知るかよ。痛い、ちょっとごめんなさい。ったく。あれ、
黒井さんちょっと汗かいてません？誰のせいだよ。一緒にお風呂入ります？何もしませんから。ゆきさん、どうしたんですか？なんかげっそりしてません？いやちょっと失敗しちゃって。え、何を？何をです？いや実は、うん、黒井さん、お疲れ様です。もうお前ん家行かない。なんでそんなこと言うんですか？嫌です。なんだよ嫌ですって。違うんです、黒井さん、飲みすぎたのが良くなかったんです。うるさい黒井さん。何しちゃったんだろう。先輩知ってます？じゃれてるだけだろ、放っておこう。俺の可愛い寝顔、盗撮するのやめて。は？え？すみません、撮ってません。可愛いパンケーキの寝顔、盗撮してどうするつもり？なんですか、パンケーキの寝顔って。先輩の寝顔は撮ってませんからね。それより見てください。上手に焼けました。ね、ね、お店みたい。これは千秋さん超えかも。食べていいの？先輩のは今から焼くんで、熱々のをあげますからね。別にこれでいいけど。いいから、僕のプロ並みの腕前を目に焼き付けてください。プロ？何の絵がいいですか？え、ハート。え？は、ダメなの？ダメじゃないですけど、なんでそんな意味深なマークにするんですか？意味深だと思ったんだ。焼きます。はあ、なんでさっきと同じにしたのに。ひどくない？わざとじゃないです。じゃあ俺はこっちをいただきます。いや、クマニーホットケーキは僕のなんで。ああ、これクマニーだった。先輩専用パンケーキはこっちですから。ほら、アートですよ。これちゃんと中焼けてる？焼けてますよ。ほら見て、食べて。はい。あうん、ね、おいしい。うん、おいしい。嬉しいです。また作りますね。うん、見ました？今の絶対おかしい。こういうのは確率付きでしょ。よし、次は絶対いける。もう買った方が安くない？嫌です。そんなに欲しいの？欲しい。はあ、もうちょっとなんだけどな。一服してこようかな。ダメです、取るとこちゃんと見ててください。はあ、あー取れた。見ました？見ました？今の。はーい。かわいい。もう行こう。先輩にこれあげますね。は？ほら、抱き心地いいんですよ。おっきいから。ミヤくんが欲しかったんじゃないの？先輩にあげたかったんです。僕がもらったクマニーのお返し何もできてなかったし。いいのに、別に。いらないとか思ってませんよね？思ってないけど、だいぶ高くついたね。いいんです、こういうのは楽しい時間を買ってるんですから。それにすぐ取れるより思い出になるでしょ。そうだね、ありがとう。ちょっと持ち方。え？もっとこう赤ちゃんを抱っこするみたいに大事にしてくださいよ。ああ、ごめんね。大事にしてくださいよ、高級クマニーなんですから。
嫌だな。こんなの。こんなのに意味なんかないって、意味なんかない、意味なんかないんだ。どうせだから、ごめんね。いやいや、やっぱり温泉行くなら冬でしょ。露天風呂で頭は寒いけど体はポカポカなやつ。お邪魔します。あれ体に悪くないのかな。むしろ体にいいんじゃ。何かしら負担になってそうじゃん、うん、あれ何、クマ兄は。ああ大事にしてるよ。え、はい。しまっちゃったんですか。てっきり飾ってくれてるかと。汚れたらかわいそうだから。そうですか。洗い方とかわかんないし。そうですね。じゃあ僕が連れて帰ろうかな。一人ぼっちはかわいそうですからね。そうだね。あの、何、正直迷惑でした？いや、大きいし、先輩別にクマに好きじゃないですもんね。お返しはまた今度別のものにしますね。すみません。いらない。あ、何もいらないから。はい。ああ、わかった。消え物がいいですね。ビールとかおつまみとか入浴剤とか使います？入浴剤。あ、すみません。これは違くて。ごめん。いやいや、違うんですよ。あの、いや、びっくりして。喜んでくれてるって勝手に、僕ごめんなさい。いや、嬉しかったんだけど。嬉しかったからなんだけど、こういうの、もしかして万が一ミヤ君が俺のことを好きになってくれるんじゃないかとか、ずっとこのまま一緒にいられるんじゃないかって期待して苦しい。こうやって部屋にミヤ君がくれたものがちょっとずつ増えて、それに慣れて、ある日突然いなくなったら困るから。いや、いなくなったりしませんよ。今はね、俺が勝手に期待して勝手に裏切られたってがっかりして、そういう自分にもううんざりしてる。僕も自分にうんざりしてます。子供の頃から母親以外の女の人とか同級生とかうまくコミュニケーションが取れなくて、それがだんだんエスカレートして、話したり関わるのを避けたらもっと怖くなって、話さなきゃいけないと思うと息ができないみたいに苦しくて、本当失礼な話ですけど、大体の人が聞くんですよ。何があったの？どんなひどいことされたの？ってワクワクした顔で。でも僕には悲劇のヒロインみたいな話はなくって、大体がっかりされちゃうんですけど。もともと恋愛対象は女の子だったし、人並みに好きな人もいたりしましたけど、やっぱり話すことも難しくて、そのうち気軽に話せる同性を好きになったこともあったり。でもふと思ったんです。
女の人が怖くなかったら同棲を、その人を選んでなかったかもしれないって、そう考えたら僕の好きっていう気持ちがなんだか信じられなくなって、相手にもそう思われるんじゃないかって思って怖いです。トラウマとか元々の恋愛対象がとかじゃない僕が愛に好きだなんて言っちゃいけない気がして。そっか。先輩にもいつかそう思われるんじゃないかって怖いです。思わないよ。でもそれも今はですよね。どうだろう。不毛ですねお互い。うん。でも一緒にいたいから困ってる。僕もです。困ってます。どうしよう。なんか変なの。そうだね。撮りますよ。黒井さん、もっとユキさん側に寄ってもらっていいですか？黒井さん、もっとこっちに来てくれてもいいんですよ。画角がね。ほら黒井さん、画角が。何が画角だよ。もう行くぞ。あ、待ってくださいよ。先輩もそこに立って、ほら。いいよ、俺は。よくないです。じゃあほら一緒に。行きましょうか。落ち着きますね。落ち着くの早すぎだろ、実家が。この謎スペースいいよね。わかります、旅館に来たなって感じしますよね。本当は2部屋くらい取れたらよかったんだけど。みんなで一緒だと修学旅行みたいで楽しいですよ。そうだね。まあこの広さなら4人でもいいな。浴衣、早速着替えましょう。いい感じですね。それ僕にも送って。もちろんです。風呂行くか。そうですね。楽しみ。夕飯って部屋、バイキング。迷ったんですけど、夕飯は部屋で朝食はバイキングにしました。すっごいお刺身盛りがあるらしいですよ。へー。ちょっと厚めだね。二人ともちょっとおじさんくさい。おじさんだし、黒井さんは。ああ、お前だって変わらねえだろ。まあそういうことにしてあげますよ。足伸ばせるのやっぱりいいな。ミヤ君って結構サウナとかスーパー銭湯とか行くんだっけ？前は結構行ってましたよ。支社にいた時、同期と一緒にとかが多かったかな。あとは休みの日に友達と昼からとか。へえ、ミヤ君が支社にいた時の話初めて聞いたかも。え、そうでしたっけ？昼からか、ちょっといいかも。旅行気分で楽しいですよ。まあ言ってたのは思いっきり近所なんですけど。でも遠いとそもそも行くのに気合い入りそうだしね。そうなんですよ。今はあんまり。こっちに来たばっかりの頃に先輩と行ったサウナが最後かな。あとはスノボ行った時のポンシカンのお風呂も良かったですよね。うん、僕は行きたいんですけど、一人だとちょっと寂しいし。またキョムさんと行かないの？だって先輩が嫌がるから。言ってくれてもいいのに。誘われないもん。はい？先輩があんまり好きじゃないって言うから誘わないようにしてたんですけど。誘って欲しかったんですか？自分からは行かないけど、誘われたら行くかも。そんなの初耳ですよ。よかったね、ミヤ君。今度からいつでも行けるね。よかったですけど、なんか腑に落ちないな。なんで？あれ、黒井さん？あっつ、俺中の風呂行く。僕も行きます。日渡り気をつけてくださいね。ああ
何？誘ってよかったなら言ってくださいよ。それじゃあ俺が率先して行きたいみたいじゃん。そうですけど。誘っていいよ。じゃあ遠慮なく誘いますね。うん。支社にいた時も同僚とは結構楽しくやれてた。そうですね。まあそこそこ。そっか。今はたまに連絡来たりくらいですけど。そうなんだ。俺ミヤ君のことを全然知らないな。え？あっつ、俺も仲行く。あ、はい。気持ちいい。寝そう。ダメですよ。黒井さんは温泉好きですか？別に普通。僕は温泉より黒井さんちのお風呂に入りたいです。唐突だな。唐突に思いつきました。うちの風呂別に広くないし、こんな泡出たりしないぞ。そんなのいらないですよ。黒井さんが毎日ここに入ってるんだって、浸りながらのお風呂が最高ですから。はあ、そうですか。冗談です、半分だけ。黒井さん、黒井さん。ああ。ちょっとあそこの風呂入ってみてください。うん？電気風呂ってどういうんです？ビリビリするとか？いいから入ってみてください。なんか怪しい。黒井さん、一緒に入りましょう。うん。うわ、すごい、これ。あ、黒井さん。俺これダメだ、腰がなんか。もうですか？危ないですか？俺離せ。あ、もう。なんか腰が嫌だ。黒井さん、腰弱いんですね。大丈夫ですか？大丈夫。あれ、ミヤ君は？まだ露天風呂かな。俺そろそろ上がる。そうですね。後でお風呂の入り口のところで待ち合わせしましょうか。まだここにいたの？ま、あ、はい。黒井さんとユキさん、もう上がった。そうですか。うん。どうしました？二人きりですね。そうですね。まあ、さっきもでしたけど。一つ聞いてもいいですか？なんで敬語？なんでしょ？さっき言ってた死者の人とも結構会ったりしてるんですか？この間久しぶりに連絡来たんですよ。年末だからほら、忘年会やるからって。まあそれも用事あるって断っちゃったんで。そっか。最近会ってもいないし、会う予定もないですけど。用事ないっす。急に気になっちゃったんですか？嫉妬です。そうなんですね。ごめんね、変なこと聞いて。あの、用事っていうのは週末で、先輩が来る日だったからですよ。え？だから、そういうことです。うん、うん。先輩のせいでのぼせそうなんですけど。俺のせい？もう、上がりますよ。はい。あ、来た来た。ミヤ君、キョムさん。お待たせしました。あそこの売店見てみない？見たい見たい。お土産ありますかね？部屋で食べるおつまみ。黒井さん、それここじゃなくてもできるやつでしょ。行きますよ。温泉まんじゅう。そういうのって外側が違うだけじゃん。水族館とかでも似たようなまんじゅうあるし。分かってますけど、思い出的なね。そんなに何買ったんですか？いっぱい買っちゃいましたね。何？あれ、あれ見てください。卓球。絶対やりたい。いいな。絶対やりたいですこれ。ご飯まで時間あるし、やってみる？卓球なら僕もできそうかも。やりましょう。じゃあ、じゃんけん勝った同士がペアで。え、こういう時って大体グーとやめてください、ユキさん。危なかったな。え、何？あの近畿の遊びは掛け声の地域差がすごくて、掛け声談義だけで明日の朝になっちゃいますから。そんなに白熱する？ここは安全策として
じゃんけんで場を濁しましょう。まだかよ。行きますよ。じゃんけんポン。足引っ張らないでくださいね。ああ、どっちがだよ。俺は高校の球技大会で3年卓球選んでました。卓球強いの？お前勝った記憶は特にないですね。なんだその無意味な情報。楽しみましょう。負けた方はみたいなのはあった方がいいかな。いいですね。じゃあ負けたら勝った方をマッサージで、どうです？これは負けられない。はあ、でもするのもいいかも。迷う。なんで温泉に来たのに人にマッサージしなきゃいけねえんだよ。もっと言ってやってください。代替案もなしに却下しないでください。負けたら明日の昼飯をおごる。ということで、負けたら心を込めたマッサージと明日のお昼ご飯をおごるで決定です。なんでだよ。何してんですか黒井さん、増えてるじゃないですか。心を込めた。夕飯までの時間なんで、とりあえず11点制2セット取った方が勝ちですよ。ルールはまあ大体な感じで。ざっくりだ。いきます。え、ミヤ君すごい。もしかして卓球部だったとか？いえ、大学の時友達とネカフェ卓球ばっかりしてました。まさかここで生きるとは。これは僕らの勝ちかも。たまたまだろう。黒井さん、分からせてやってくださいよ。任せろ。あ、いや、まだこっちサーブなんで。ああ、恥かかせないでもらっていいですか。うるせえな、お前が乗せたんだろう。はーい。黒井さん、責任取って明日の昼は全員分払ってくださいね。お前だって反応遅くて何点も取られてんだろう。わ、そろそろご飯だ。部屋戻りましょう。はーい。腹減ったな。マッサージいつにします？やっぱり寝る前がいいですかね。ゆうきさん、理性理性。あー、すごい豪華。すごいね。あー、黒井さんどうぞ。あー、ありがとう。乾杯。乾杯。乾杯。どれから食べようかな。食べやすそうなメニューでよかった。え？懐石料理みたいなやつって食べ慣れないからあんまりね。わかる。わかります。じゃあこのコースで正解でしたね。感謝してください、僕に。ありがとう。どうも。ありがとう。もう寝た。もう少ししたら起きますよきっと。スーパー寝顔鑑賞タイムです。なんかすみませんね、俺たちがいて。え、いや、いやだな、そんなこと全然思ってないですよ。ちょっと思ってる感じだ。先輩は大丈夫ですか？大丈夫。やっぱりいいですね、みんなで帰りとか気にしないで飲めるの。楽しいな。水とお茶とでいいですかね。いいんじゃない。よし、じゃあ行き。ああ行きましょう。黒井さん、そろそろ起きたかな。やる。え、なんかいいのあった？あー、いやー、中身がレトロで。じゃあこれは？うわ、怪しい匂いがしますね。さすがクマニー、どこにでもいるな。世界のクマニーですからね。何入ってると思う？なんかガチャガチャの俺残りとかのイメージが。よく YouTube とかでやってますよね。一回だけやってみます？さすがにこの感じで設定渋かったら引くわ。あ、先輩。取り返す。ちょっ、先輩、なんでそんなに白熱してるんですか？何入っているかわからないのに。謎のままで終わらせられるかよ。あれ、結構酔ってます？もうこれでダメだったらやめる。絶対にだ。それさっきも言ってましたよ。あ、すごい、取れた。ちょろいな。いやいや、僕ももう一回だけやってみよう。無理無理、生半可な気持ちで取れるほど甘くないからね、この業界。あ、はあ、なんかすみません。世の中理不尽ばっかりだ。まあまあ、たまたま僕が強運なだけです。それより開けてみましょう。うん、せーので。開けましょう。せーので。早い早い。せーの。あ、かわいい。偽物じゃない、大丈夫。やめてください。ほら、
あげる。え、いいんですか？うん。じゃあ交換します？あ、何この紐。紙ゴムですよ。ちょっと、ほら。かわいい。笑ってんじゃん。はあ、待って待って、写真だけね。クロイさん、マッサージの件は。あれあいつらは。お茶買いに行ってくれました。そうか。目覚めました？まあ。マッサージしろって。してください。どこ？どこがいいんだよ。全身。なんで笑うんですか？真剣ですよ、こっちは。いや、ごめん、わかった。なんだよ。何？あ、寝っ転がらなきゃ揉めねえだろう。あの。ここで？うん？ああ、布団？黒井さん、あの、肩のあたりをもうちょっとお願いします。ここか？ああ、痛気持ちいいです。へえ。痛い。痛い。ああ、ごめん。もう大丈夫です。ありが…ああ。ちょっと待って、僕のスマホは、僕のスマホ。は？ああ、テーブルの上。何してんだ、届くわけねえだろう。待って、写真撮りたいんです。この感じの写真か動画を。ああ、なるほど。で、どうするんだよ。どうして？俺が撮ってきてやろうか？それじゃ意味ないんですよ。二人とも寝てますね。本当に寝てる？怪しいな。ダメですよ先輩。僕らも寝ます？なんか寝ちゃうのもったいないですね。うん。明日の朝お風呂行く？行きたいですね。俺も行く。起こして。はい、じゃあ寝ますかね。あ、僕マッサージしてもらってない。ああ、そういえば。もったいないから今日使わないでお土産にしようかな。お土産にするほどうまくないよ多分。うまい下手の問題じゃないですよ、こういうのは。そっか。おやすみなさい。おやすみ。いただきます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 。先輩、偏りすごくないですか？え、むしろミヤ君のがおかしいよ。え、何朝からしっかり野菜取ろうとして、日頃の堕落した食生活の帳尻合わせようとしてる？そんなこと思ってないですよ。キョムさんウインナーばっかり。クロイさんだって肉ばっかりじゃん。ねえ。かわいい。いいだろう、何食ったって。これ食べたらお風呂行きます？そうだね、結局朝早く起きられなかったし。ミヤ君が起こす係だったはずなんですけどね。すみません。一番最後まで起きなかったやつが偉そうに。昨日は先輩がなかなか寝かせてくれなかったから。は？冗談ですよ。やだな、もう。まあチェックアウトまでまだまだ時間あるしね、ゆっくりしよう。はい、最後まで満喫しましょう。まもなく電車が参ります。広い線の内側まで。帰りたくない、あと5泊したかった。まあ年末年始で会社が休みだからまだ良かった。じゃなかったら危なかった。大げさだな。いい旅館だったな。そうですね、また違う季節にとかでもいいかも。ああ、いいですね。温泉街があるところもいいですよね。温泉好きすぎない？キョムさんも楽しかったですよね。
誘っていいってお許しも出たしね。ね。まあ次はもうちょっと早くからいろいろ見ておかないと。明日から計画練り始めます。明日早すぎだろ。あ、先輩食べこ。はい。共犯ね。悪いんだ。な、これもどうです？これ酒？そう。はい、乾杯。乾杯。ジュースだ。え。黒井さん似合います。ああ、じゃあお前はこれな。似合います。喜ぶなよ。だってサンタとトナカイは切っても切れないパートナーですから。そういうことですよね。ねえ、僕黒井さん専用の立派なトナカイになります。ちゃんと頑張ったらご褒美くれますか？ご褒美？何が欲しいんだ？黒井さんですけど。俺の何が欲しいんだよ。さすがに言えないです、僕そんなこと。黒井さんのエッチ、そういうあれですか？そういうあれのやつですか、これ？はいや、まあそっちとかあっちとかいろいろありますけど。ああ、もちろん愛は絶対条件で。そういうあれ。ああ、もう恥ずかしい。大変だ。すみません千秋さん、早く作り直さないと。慌てなくて大丈夫だよ、まだ時間もあるし。もったいないから味見しようかな。ほら、あっくんも食べてみる。おいしい。なんかちょっと。え、いや、ごめん、なんでもないよ。うん、このプレゼントどこに運ぶの？この仕事いる？確かに、これ何の仕事なんだろう。誰の指示？黒井さん？春馬くん？三上さんかな。ああ、こういうやってます感出すだけの仕事って、はあ？ちょ、おろせって。ダメ？お姫様抱っこ。真面目にお仕事してるだけなのに。どこが真面目にだよ。だってちゃんとプレゼント運んでるじゃん。はあ？かわいいプレゼント。このまま俺の部屋のベッドに運んじゃおうかな。な、サンタさんが運ぶ手間省けるでしょ。怒るよ。分かった。じゃあ後でね。何が後でって、もう。あ、サボってる人発見。休憩。ずっと休憩してない？ロースト君だってやってる感出してうろうろしてるだけじゃん。俺はほら、現場監督的なあれだから。おお、役職付き？そう、できるメイドだからね。じゃあ黒井さんに報告していっぱい褒めてもらわないとね。やめて。黒井さん、三上さんが現場監督とかわけのわからないことを言ってサボってます。黒井さん、嘘です。騙されないで。ロスト君こそずっとサボってます。うろついてるだけです、この人って。なんかイチャついてて聞いてないな、あれ。ラッキー。あれ、現場監督さん、もしかして俺のことずっと見てた？俺の監督してたの？こっち来ないかなって待ってたの？期待してた？ねえ、そうなの？あのね、そういうの自意識過剰って言うんだよ。そっちでしょ、俺のこと探し回ってさ。バレバレ。なんだ、バレた？近い。え？もっと近くで監督してよ。仕事なんでしょ？ほらほら。この辺でどうかな。お、さすがロストくん、普段の盗撮力が役に立つね。盗撮力ってなに？失礼だね。三上さんの顔見切れさせます。センターポジ取ります。モザイクかけます。え、そこまでする？新年の挨拶は先輩からお願いします。いや、部長を差し置いてそんなことできませんよ。やりたくないだけでしょ。寒い、早く帰りたい。何待ち？
これ。本当寒いよね。早く帰ってこたつに引きこもりたい。やっぱり正月はこたつと添い遂げたいですよね。うん、うん、うん、別に添い遂げたくはないけど。シュン、寒いの？こっちにおいで。ほら、ちょ、動画に映るだろ。いいじゃん、思い出になって。毎年俺たちの距離が近くなる動画。ああ、いいですね。そちらはこたついらずで。いいでしょ。本当何の時間なんだろうこれ。シュン、帰っていい？返しません。乗れ。そういえばあっくんは？相沢先生もいないな。怪しい、二人で消えるなんて。お、これはイチャイチャ警察の出番かな。呼んでないです。なんかミヤくんさ、俺へのあたり強くない？なんで？嫌われてるんじゃん。俺何もしてないけど。した方は覚えてないんですよね、こういうのって。誰のせいで部長をやらされてるか全然分かってないし。わかる。わかる。ひどいなあみんなして。ていうかロスト君はそっち側おかしいでしょ。ねえ、もうさっさと取りたいんだけど。まったく。はーい、みんな静かにしようね。先生、三上君が騒いでます。えー、三上さん、新年一発目でそんなに畳みかける？あー、もういいから。いつまでも帰れねえだろ。寒いから早く終わりにしてくれ。あれ、でも待てよ、相沢先生は。先生寒いんですか？僕が温めてあげます。ああ、いたいた。ああ、相沢先生やっと。わあ、何それ肉まん、いいな。寒かったからね。あれ、もう終わっちゃいました？終わってません。俺も寒いんで肉まんください。僕も。黒井先生は肉まんよりピザまん派ですよね。半分こしません？やだ。もう黒井先生のおごりかな。ねえ、まだ肉まんとかどうでもいいから早くしてよ。そうだそうだ。新年明けましておめでとうございます。うわ、急に始まった。おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。今年の僕たち、ああ、特に僕と黒井先生を温かく見守ってください。俺と旬のことも見守ってください。いいから、そういうのは。なんで？俺のと、あと三上さんのことも忘れないでくださいね。なんで素直に見守ってって言えないんですかね。照れてんのかな。うん。あっくんのことも僕と一緒に見守ってくださいね。よろしくお願いします。まあいいか、こんなもんで。はい、終わりね。編集もろもろよろしく。数少ない活動記録だ、頼んだぞ。はあ、最悪。ねえ、フィルターかけてよ。何、イケメンになるやつ？違う違う、イケメンはもうなってるから。いや、おいイケメンしといた方がいいんじゃない？おいイケメン？味付け濃くなっちゃわない？絶世のイケメン爆誕で世界ざわつかない？俺をめぐって争いが生まれない？心配なんだけど。やめて、かわいそうみたいな感じ出すの。あっくん、おみくじがあるよ。おみくじ引きましょう。いいね、僕もやる。真似すんなよ。真似じゃないよ、先輩もやりますよね。うん、僕も引きたい。黒井先生もやりましょう。ああ、みんな引くでしょ。うんうん、くじ運には自信がある。何それ、大凶フラグ。あっくんどうだった？中吉でした。お、一緒だね。 あっくん僕も中吉だよ、一緒だね。先輩は？大吉。お、すごい、大吉パワーあやからせてください。特別ね。キャムさん、一緒だね。は、神様何にも分かってないな。神様分かってるわ。だから言ったじゃん、くじ運は自信があるって。面白さで言えば大凶の方がある意味当たりだったんじゃない？面白さは求めてません。ロスト君は？小吉。仕方ないな、俺の大吉パワーを分けてあげよう。清美さんに分けてもらおうかな。え？先輩の大吉パワーは僕が契約済みだから。契約済みみたいです。じゃあ三上さんか。三上さんかって何？もっとありがたがれよ。嘘嘘、ありがたいな、三上さんの大吉パワー。最初から素直になればいいのに。黒井先生はどうでした？末吉。僕もです。黒井先生とお揃い、今年もいっぱい二人きりになりましょう。何言ってる。二人で様々な苦難を乗り越えていきましょう、ね、あ、大吉。え、俺は吉。大丈夫だよ、シュン、俺の大吉と交換してあげるからね。なんだよそれ、意味ないだろ。ダメかな。まあ、ありがとう。俺が神様ならずっと大吉にしてあげるよ。よし、じゃあもう解散な。手つないで帰りましょうか。温めておきました。どれ。あ、本当に温かいな。黒井先生。俺たちも早く帰ろ。帰ろ帰ろ。どっち？カズンチ。あっくん寒くない？大丈夫です。僕はちょっと冷えちゃったな。大丈夫ですか？うん。あ、でもあっくんとくっついてたら平気かも。く
くっつきますありがとう。ねえ、なんか食べてく？何食べる？ラーメン？ラーメン食べたいの？食べたい。あ、キョムも行く？ついでにミヤくんも。ついで？行かない。早く家帰りたい。付き合い悪ぅ。先輩、僕ん家来ます？こたつ、ゲーム、プリン、完備です。行く。ねえ、聞きました？今の三上さん、また振られちゃったね。とくほら、行くよ。冗談だって泣き言だって君には全部知ってほしい。話したいことが少しでも胸の中に